という独自の手法で写真をもとに斜線で画像を再現している防府市の吉村義雄さんが今東京銀座の画廊で個展を開いています。東京で今6回目のドローイング版画の個展を開いた吉村さんは34歳、昭和47年に山口芸術短期大学を卒業し、東京の造形美術学校で版画を学びました。その後独自の手法で写真をもとにそれを最低1ミリのマス目に分解して画像を再現しています。モチーフは日常的なものばかりで、初めの頃は2年半かけて新聞を丸写ししたこともあり、昭和54年にはイギリス国際版画展、57年にはマイアミ国際版画展で入賞するなど国際的にも評価を受けています。ジーパンの作品がなんか好きで、自分もジーパン履いてて、なんか ふとねこうまたジーパンっていうのを改めて自分と関わりっていうのが感じられるっていうみたいな、そういう感じがするんですね。僕の場合のドローイングっていうのは、まあ、あのペンとかあと鉛筆マジックなんかで、斜線を主に引いていくだけで、まあ、あの絵を作ってるんですけどね。それで出来上がってくるものは、あの写真の映像をそこに浮かび上がらせてるんです。あの一般的にはですね、写真撮っちゃえばもうあといいんじゃないかと、なぜその苦労されてまでですね1ミリ四方に斜線を敷かれるのかっていう感じするんですけど。そうですね、あのまあそれは今僕は今そうやって写真を描いてますけど、他の例で例えれば、まあ車でその隣の町まで行くに、まあ、今でしたら汽車とか車に乗りますね。そうするとその間の距離とかいうのはもうただの時間でしかないわけですよね。何分経てば向こうへ着くと。でもそれを自分の体で感じるためには、まあ、それ一歩一歩歩いていけばそこまでのその空間というものを自分の体感することができるわけですね。だから僕もたくさん今氾濫している写真とか映像とか、そういう自分を取り囲んでいる情報をの一つをですね、自分の肉体を通してそれを体感しようとするのが、まあ、このドローイングなんですけどね。現在はその白と黒という形の中で描かれてますけども、これは色という形では将来いろいろな色が入ってくるんでしょうか？それはないと思いますよね。僕は白と黒はこの色だとは思ってないんですよね。これ一つの、ペンとか鉛筆を持ってそれの行為の痕跡だと思ってますから、これはその黒の色合いが、いいとかそういうものじゃないと思うんですよね。色はこの先入ってこないと思うんですね。色っていうのはどうしても横の方の広がりになりますから、その色一つ一つ の、まあ、感情みたいなものが入ってきますね。の吉村さんの手法で日本でまた別にお書きになっている方いらっしゃいますでしょうか？こういう方法はないですね。だから僕は誰もやってない描き方というものを自分で発見したいとずっと思ってましたね。写真一面に書き込まれた数字、この無数の数字が一枚の絵を作り上げるとすると、皆さんはどう思われるでしょうか？吉村義雄さん、写真家ではありません。実は版画家なので、電車の中や魚屋の店先と日常のごくありふれた光景をカメラに収めていきます。吉村さんは10年前、報道写真の真実性に惹かれ、書き写すうちに写真印刷を応用した表現の仕方を思いつきました。まず撮ってきた写真を大きく引き伸ばし、その写真を 2.5 ミリの小さなマス目に分けて、それぞれのマス目の明るさを10段階の数字に置き換えていきます。さらにその数字を別の紙に書き写していきます。その数23,400個。この数字に従って大きな数字は濃く、小さな数字は薄くと、マス目を一つ一つ鉛筆で丹念に塗りつぶしていきます。
一つの作品が完成するまでにおよそ1ヶ月はかかります。元の写真と完成した作品を見比べてみましょう。このように写真のリアリズムを取り入れた作品は15年前アメリカに流行しましたが、これを数字に置き換えたのは吉村さん独自の方法です。今の時代っていうのはとにかく時間を短縮することによって、便利になってるわけですね。反面失われているものもあると思うんですね。例えばその隣の町まで、歩いていくとすれば、その自然との関わりというのは体感できるわけですね。それが本当は人間性かもしれないけど、そういうものを失っているということなんですよね。